はい、ヘロジーってことでね、今日もね、じいちゃんの晩ご飯を作っていきます。やってくよ。はい、じゃあこちらはね、イタチウオっていう魚ね、前に僕ね、メイン動画でやったことあるんだけど、まあ、今回もね、ちょっといただいたんで、じいちゃんの晩ご飯用に、ちょっと仕立てていきます。で、これ水分が多いんで、とりあえず今日ね、ぬめり、鱗取って、あのピシッとシートでね、寝かせます。なんで、こっちでね、金沢を使ってね、鱗とぬめり取ります。これね、身が柔らかいんだよな、めっちゃ。この魚茶色かったのにね、これで白になっちゃったね。はい、こんな感じで真っ白血球になっちゃいましたね。で、そうしたらね、今回ね、もう頭取って寝かせるんで、頭取っちゃいます。こっからね、これやっぱ密室がね、タラっぽい密室で、すごいね、水っぽいんだって。今回肝もあんまり入ってなかったな。まあ、こんな感じでね、一回洗います。水分をね、よく取って、身の色はね、今こういう色、ちょっとピンクいね、色だね。よし、そうしたらこうピチッとシートにね、こうくるんで、こんな感じで冷蔵庫にね、何日かちょっと寝かそうかな。はい、どう。はい、ということでね、このヒゲダラ、あれからね、2日経ちました。2日間ね、ピシッとシートで脱水してあるんだけど、でね、何のメニューにしようかなと思ってたら、大魔神佐々木さんが、奥さんのね、こちらカレー、これ、こういう4種類のスープカレー、これをね、送ってくれたんで、これを使ってね、今日はスープカレーをやります。スープカレーを作るんだけど、これ4種類、今回はね、この中からエビのスープカレーでじいちゃんと晩ご飯を作るよ。とりあえず、黄色いご飯作っていきます。はい、じゃあそうしたらね、久しぶりにこのね、1合炊きのこのお釜で作っていきます。洗ったお米に水1合分の水を入れます。さっとね、でここにね、小さじ1のターメリック、こんなでいいかな。はい、とこんな感じでね、入れますと、お塩を少しね、小さじ4分の1と書いてあったんでね、小さじ1/4で、あとバターね。で、これ蓋をして、これね、火にかけて、よし、ついた。でね、これ炊き上がるまで待ちます。こっち置いとこうかな、こっち、こっち、イタチウオ、これを3枚におろします。すごいね、水分が出るんだよね。わかるかな、これ、これ、これ、わかる？これ、これ水、水分ね、めっちゃ出る。じゃあこのままね、3枚におろしていきます。こっからね、いっぱい入れて、この魚生でやるとめっちゃ水っぽかったもん、名前そしたら、ここ通して、切ると、こんな感じ。身はね、すごい、こう、なんて言うんだろう、白身の綺麗な身だよね。で、今日はね、もうこの片身やればいいんだけど、これもついでにおろしとくね、こっちね、こう入れて、これね、下くぐったからな、さっきね、下ちょっとくぐっちゃったんで、こっちからね、くって、はいと、
はい、じゃあ3枚におろせたんで、とりあえずこの脇の方、腹骨、腹骨をすいてね、でこの血合い骨があるんでこれを抜きます。抜けるかな、これ上手に。これね、こっからね、よしと。はい、これがね大体抜けたんで、もう適当な大きさに、食べやすい大きさにね切ろうか。こういう感じでね、この半身はもうちょっとね今日は使わないんで、もう明日のおかずにします。こちらのね、花子さんのスープカレー屋さんのね、エビスープカレー、これをね温めていきます。そうしたらとりあえず15分温めるんだけど、これはね10分でアラームかけておきます。とりあえずここ入れるよ。入るか、もうなんとか入るな。よしとね、あと5分はこっちのね残りの野菜と一緒に茹でると書いてあったんで茹でていきます。はい、じゃあこのままね温めてる間にちょっとこっちでね焼いていこっか。とりあえずここにね塩コショウで下味をつけておいて、あとね小麦粉で、よしと。そうしたらねこっちのねフライパン、オリーブオイル、よし、じゃあ焼いていくよ。この魚ほんとねタラっぽいんだよね、身がね。よいしょ、このままねじっくり焼いていきますと。でね裏返してみようか。よいしょ、じゃあこのまま焼いていくよ。はい、10分経ったんでね、あと今からこれを入れて5分やっていきます。はい、じゃあご飯の方ねちょっと開けてみるよ。オープン。はい、こんな感じだね。まだねちょっと水分があるね。こう混ぜて、でもう少しね蒸らします。このままね少し蒸らして、はい、じゃあカレーの方もねできたんで、今からね盛り付けていきます。まず最初にお魚、お魚もね今日は上手に焼けたんでね、ここにね入れます。次にカレーライス、カレーをねちょっとこうちょっと混ぜながら中でね、こっからね入れます。めっちゃうまそう。あ、エビに、エビの匂いすごい。野菜、芋とかさ、エビとか入っとるじゃん。これ、エビとかね、入ってます。頭はね、ちょっと、つけとこうか。で、ここにね、最後野菜。あ、その前にちょっとこの辛いパウダーを入れようか。辛いパウダー。辛いやつは少しでいいかな、おじいちゃん。少しだけね入れて、すごいねこれ簡単でいいよね。こういう風だとみんな野菜も取れるし、ちょっとね盛り付けがちょっといまいちだけど、こんな感じでね。とりあえずカレーはこれで完成。この黄色いねご飯、最後ねここにちょっとパセリをねちょっと振りかけて、これで完成。はい、今日はねこんな感じで、スープカレー、ね、かなこさんのスープカレー出来上がりです。はい、じいちゃん手を合わせていただきます。これさ、佐々木投手おったろ、大魔神佐々木さんの奥さんが作ったスープカレーね、ありがとうございました。ありがとうございました食べや。
野菜も取れていいだろう。スープカレーだからシャビシャビだぞ。シャビシャビ。もっと辛い方が良ければ、あの香辛料入れるけどね。いただきます。あ、エビの出汁が出とるな。わかる、うん、エビは良いによっとる。によっとだろう。ちょっと鼻が、鼻水。あ、このか、このな、俺魚入れたんだけど、魚も合うぞ。魚下に入っとる。これ、ご飯。ゆいちゃん、このご飯。これ、ターメリックバターライス。これ甘いもんで、こうしてさ、スープカレーと一緒に食うてんねん。ちょっとバサバサする。あ、ご飯、うん、そういうご飯だよ、これ。これ魚うまいぞ。うまくね？カレーどう？カレー、ま、好きだよ。好きなんだな。な。魚もうまい。この前、広場に遊びに来れた時の映像が少しだけあるんでね、最後のおまけにつけます。ね、最後まで見てくださいね。ね、今日はこれ何点、じいちゃん。ん？何点？ 90点、うん。ね。もっと濃い方が好きか、カレーは。そうだよ。ちょっと。もっとドロッとした雑誌なのな、じいちゃんな。しゃびしゃびより。ね、じゃあまあ、バイバイしてもらおうか。バイバイ。バイバイ。ね、じゃあまあ、みんなね、この後のおまけ動画も見てください。じゃあご飯怖いな、これ怖いか。これ今俺炊いたんだよ。水が少ないのかな。どうもよっしゃ、はい、ございます。買い物には、あ、よろしくお願いします。嬉しい、嬉しい。こっちの方が嬉しい。今日はとりあえず、あの明日仕事に行ってもらえるので、仕事あるんで、あの、ここよかった。ありがとうございます。ちょっと失敗事もあって、はい、撮影してみてるんですけど、これステッカーあるじゃないですか。ありがとうございます。僕もステッカーあるんですけど。あ、じゃあ貼ってみましょうか。忘れちゃったんです。忘れちゃったの。ダメじゃん。あ、今度送ります。よろしくお願いします。気になったんで。あ、ありがとうございます。僕もね、もらったんで、僕はね、あの、僕の変文字の物産展で、販売してる商品があるんです。詰め合わせてあるんで、ぜひ食べてください。あ、ありがとうございます。買い物できないんで、あれが住所してくれば、送ります。あ、送ります。あ、そうです。あ、そうです。どうしよう、明日送っとこいかな。あ、明日帰ります。明日、今日も実際に送って。あ、すみません。じゃあ、僕のもなんか入れてます。あ、そう、ありがとうございます。僕のもなんか入れてます。あ、そう、ありがとうございます。でもね、うちはあの、はい、文学の先生なんですけど、はい、これもちょっと、これもやってみましょう。お、すげえ。米色っていうお魚の魚になります。あ、そうだ、魚卓なんですか。魚卓は本当にこう塗って、ペタンと1回だけやって、そのあと目だけ塗って。へぇ、あ、そうだ。あと先生、お、すばらしい。あ、そうだ、片取ってください。あ、ありがとうございます。こちらも持っててもらって、あまり積んでても邪魔ないんで。あ、そうだ、かっこいい。あ、持ってたら、あ、日が取り持っておけばいいな。店の方で貼ってください。じゃあ、今度、あの、うちも、あの、お店やってるんで、はい、一応、女房の、はい、あ、スープカレーを送ります。あ、ありがとうございます。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 入れてきます。また魚釣った時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。無料もありますから、何の変化ですか。まあ、何でもいいですよ。この前、あの、アポをすごい撮ったような動画見とったんですけど、はいはい、すごいな。何でもいいんじゃないか。それ担当でお願いします。なんかね、本当ね、金塊魚。あ、そうだ、面白いかよ。お風呂の元気やはい、なんか金塊魚釣れたらやったことないんだから、魚があったら。あ、そうですね、また兄貴も一緒だった。
のやつね。はい、そう、めっちゃ見てました、めっちゃ見てました、マジで感動です。めちゃくちゃ感動です。そうなの、寿司はこっちでしょ。寿司こっちです。行ったの、行ったの、なんか選ばれてるんだな、推薦みたいな。どんな相撲だったの。でもあれです、あの柿本さん、誰柿本さん、柿本さんの息子さんと。あ、そうなんだ。そうだ、柿本さんで行った。そうなんだ。あの妹さんはね、あ、俺ね、あの、パラで、結構ね、投げれるんで。投げれます。俺も投げれないけど、俺も絶対投げれない。これ現役の時もあった。あとで崩御の言い方がいいそう、これもさっきの、さっきの次第、あの、またあの大きなスレッダーを振ってくれれば、あの、動いてくれると思います。大きい方がいいね、作るの、うん、そうですね、珍しいですよね。昨日油棒です。ああ、50キロ、大きすぎるね、50キロ。大変だね、送るのも大変だね。すごいね。すごい。また楽しみにね。楽しみに待ってます。また送りますんで。はい、よろしくお願いします。